今シーズンも予定日よりは遅れましたが、ガーラ湯沢スキー場オープンとなりました。ガーラ湯沢は新幹線直結のスキー場ということで、 JR が開発し、都内からの利便性の良さを売りにしています。この動画では新幹線で行くスキースノボ JR ビューツアーについて紹介していきます。よかったら最後までよろしくお願いいたします。ガーラ湯沢までの交通費とリフト代について話していきます。駅の運賃表を見てみますと、東京からガーラ湯沢片道自由席が6690円、往復 13380円、そこにリフト代が5200円が追加されると合計18580円、指定席で行くとなると24000円かかることになります。グリーン席では22780円となり、自動車移動に比べ高額になってしまいます。しかし JR 東日本ビューのホームページを見てみますと、リフト代込み平日自由席では7800円から、指定席付きワンデーガーラですと9000円からの設定とされ、通常の正規料金の半額以下、自動車の高速代から比べても圧倒的に安くなっています。ツアーに申し込みますと、往復の新幹線切符とバウチャー券というスキー場リフト券の引き換え券、合計3枚を手にすることになります。この3枚は郵送で届けてもらったり、JR 駅の指定席自動券売機で発券するか、受け取り方法を選択できます。東京から74分で新幹線駅直結のスノーリゾート。年末年始の混雑ピークに JR 東日本のスキースノボツアーへ行ってきましたので、実際の様子を紹介していきます。北の玄関といえば上野駅。上野駅からガーラ湯沢に向かってみたいと思います。出発案内を見てみますと、6時42分発谷川401号がガーラ湯沢に朝一に到着すると思われますが、実はその次の6時50分発谷川73号が先にガーラ湯沢に到着します。谷川73号は大宮を出発すると越後湯沢までノンストップ、先行する谷川401号を追い抜き、7時58分にガーラ湯沢に到着します。先行する谷川401号はガーラ湯沢に到着するのが8時10分、先行する列車の方が遅くなるので、ウェブで申し込みをするときは特に注意した方が良さそうです。上の19番ホームに来ました。6時42分の谷川401号が到着します。1997年デビューのE2 系新幹線、そろそろ引退が近いと思われるので個人的には乗りたいのですが、ここは見送るだけとしておきます。やはり乗車率は 100% に近いように見え、 JR スキースキーの売り込みは成功しているようにも思います。上野6時50分、谷川73号の時間となりました。ガーラ湯沢朝一に到着する列車ということもあり、一番人気があり満席になりやすいとガーラ湯沢公式ホームページでも注意を促していました。私は約20日前に予約をしていました。今回はスノボ道具一式とカメラ持参ということでグリーン車を選びました。1500円追加するとグリーン車にも乗れますので、荷物が多い場合はおすすめです。やはりグリーン車は座席が広く足もとても広いので、スノボ持参時は助かります。背もたれの角度も自動ということでリラックスして移動できそうです。自動車ですと雪道の心配もありますが、新幹線でしたら乗っているだけで目的地に行けてしまいます。足元に荷物を置いていても窮屈感もなく、グリーン車にしておいてよかったと思います。新幹線の荷物置き場というとこの程度であったりするのと、置き引きの不安がありますので、やはり自分の足元に置いておくのが一番だと思います。網棚にもスキー板、スノボ板を置いてしまうと他の人が使えなくなってしまうので、やめた方がいいと思います。新幹線でスキー場へ行くのはあまり馴染みがない方が多数派だと思います。
荷物があったら窮屈なんじゃないかなと考えてしまうと思いますが、私のように太り気味の体型であっても新幹線の座席は在来線に比べれば広めになっていたりしてゆとりはあるものです。富士山を眺めたり流れる景色、都会から郊外へと移りゆく車窓を楽しむのも旅行の醍醐味と思います。出発すると熊谷、本庄早稲田、上越新幹線塩駅の高崎をも通過。いつの間にか先行していた谷川401号も追い抜き、上毛高原駅付近からはうっすら雪景色となっていました。群馬県から新潟県へと入ります。このトンネルは1988年まで世界最長トンネルでした。そしてトンネルを抜けると雪国、越後湯沢に到着です。まもなく越後湯沢に到着です。出口左側です。越後湯沢では4割ぐらいのお客さんが下車していました。この駅周辺にもスキー場は多いのですが、大半はガーラ湯沢まで行くと思っていましたので意外な光景でした。そして越後湯沢から約3分、7時58分、終点ガーラ湯沢に到着です。グリーン車やグランクラス車両からですとガーラ湯沢の改札口まで離れているのが少々残念なところです。改札口とスキー場のチケット窓口が直結しているとはいえ、新幹線の乗客が一気に窓口へと集まるのであまり時間をロスしたくないのが本音です。多くの人がいない時間に改札からチケット窓口の付近を撮影してみましたが、本当に直結していて利便性の良さは確実です。ここではバウチャー券をリフト券に引き換えをします。ロッカーを使うのであればこの窓口でロッカー券を購入した方がいいと思います。ロッカーでも券は売っていますが行列となっていますので、リフト券引き換え時に購入することをお勧めします。約10分ぐらい並んだでしょうか、8時10分頃にはリフト券を手にすることができました。ちょうど上野駅で見送った谷川401号も到着し、窓口の行列はピークになります。ロッカーで着替えも終わり、8時20分頃にゴンドラ乗り場へと向かいます。この時間新幹線がすでに2本到着していますが、ゴンドラ乗り場はまだまだ空いていました。ガーラ湯沢は IC カードリフト券なのでスムーズにゲートを通過することができます。さすがは JR 資本のスキー場なので設備は充実しています。まだこの時間ですとゴンドラも一人で乗れてのんびり景色を楽しむことができます。この日は雪降りで視界は悪いのですが、晴れていれば六日町方面を一望でき、圧巻の景色に感動するものと思います。ゴンドラを降りると目の前にはスキー場、時計を見てみますと8時34分でした。朝食を食べるような時間にスキー場へ着いているというのも新幹線のスピード、ガーラ湯沢の利便性の良さを本当に実感してしまいます。早速なのでフェートンというリフトに乗ってゲレンデの様子を紹介していきたいと思います。リフトも IC カードによりスムーズに乗降が可能で、フード付きリフトではないので雪降り時は寒いのですが、雪遊びに来ているのでそこは我慢です。雪を触ってみますとサラサラの雪が降り積もっています。最高の環境と言えます。気温も寒すぎず滑るには最適だと思います。実際に滑ってみると板からモフモフの雪の感触が伝わってきて本当に心地いいです。
これで晴れていたら遠くは六日町、魚沼の景色も楽しめたと思います。シャドウも初級レベルの私でもちょうどよく楽しむことができました。10時頃になってきますと人も増えてきたので休憩を兼ねて早いランチにしてみたいと思います。年末年始の混雑のピークなので時間をずらして早めのランチです。10時頃ですとまだまだ空いているのでこのタイミングでランチするのもいいと思います。2階は軽食があるようです。開放的な作りとなっているので気持ちよく過ごせると思います。今回はリフト券引き換え時にスクールと入浴の割引券をもらっていたのでガーラの湯に行ってゆっくりしてみたいと思います。無料の休憩スペースも充実し足を伸ばして休むこともできます。さすがに温泉内での撮影はできませんが入浴料は割引されて1000円、バスタオル、手ぬぐいもレンタルされています。温泉内の洗い場は10人分ぐらいでしょうか。大規模とは言いませんが12時半頃に入った時はほぼ貸し切り状態でした。窓からは越後湯沢の街並みが一望でき気分は雪見露天風呂でした。実際は窓越しに景色を見ることになります。1990年 JR 社員の発案でオープンしたガーラ湯沢、考えてみれば国鉄から民営化してたったの2年ちょっとでオープンさせた当時の実行力には驚きを感じます。13時過ぎにはロッカーに戻り帰りの身支度とお土産の購入、ガーラ湯沢14時24分谷川76号で帰ることにします。谷川76号は古い E2 系新幹線、乗っておくなら芋の落ちと思います。帰りも1500円追加してグリーン車にしました。ガーラ湯沢駅で購入したいちごビールとともに帰ります。これも鉄道ならではの移動だと思います。帰りも1時間ちょっとで上野に到着、本当に早いものです。まもなく上野です。山手線京浜、年末年始混雑のピークであっても時間をずらしながら動くことでゆとりを持ってスノーリゾートを満喫することができました。スキースノボ人口は減少する一方と言われていますが JR スキースキー次の40周年50周年も続くことを願います。最後までご視聴ありがとうございました。